HJP channel. Let me introduce you to our host, Mr. Hida, Hi. Mr. Hayashima, and Mr. Matsumoto, and myself, Paul from Malta. Hi, どうも、どうもありがとうございます。リビングリッシュ始めましょう。リビングリッシュとは、住むという英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングシャンスの代表、私、渡辺秀和と、今日はマルタからポールが、イケメンポールが来てもらってますので、よろしくお願いします。それではですね、早速ゲストのお二人に、英語で自己紹介をしていただきたいんですけども、どちらから行きましょうか。はい、じゃあ松本さん、よろしくお願いします。はい、マイクの前で、はい。Hello, my name is Kengo Matsumoto. 以上。名前のみで、名前のみ。はい、じゃあ、平島さんお願いします。My name is Kengo Hirashima. もう一度、はい。My name is Kengo Hirashima. 以上です。以上です。はい、あれですね。シンプルイサベースという感じで、はい、はい、じゃあですね、この番組はですね、ですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらなということでですね、ポールが今から、英語で質問をしますので、英語もしくはその他の言語、何語でもいいので答えていただければと思います。はい、ポール、いいキャップ。 Basically, where have you been out of Japan?Which I have traveled to. はい、まあ、聞いたわですね。Yeah, I've really been out of Japan という海外どこ行ったことがありますかという質問なんですけども、はい、じゃあ松本さん、はい、どこに行ったことありますか。フィリピン。フィリピン、はい。だけですか。はい。フィリピンのどこに。セブ島。セブ島へ。セブシ。セブシティに行ってきたんですね。なるほどなるほど。いつ行ってきたの。1ヶ月前。1ヶ月前。なるほど。だからなんかやんわり黒いっていう。そうです。日焼けして黒い。真っ黒。真っ黒になって帰ってきたんですか。先月。でちょっと引いて。そうです。ちょっといい感じになってる。なるほど。で急に最近寒くなったんで、どう風邪とか引いてるんですか。昨日仕事休みました。それも風引いて。昨日仕事やる、まあいいじゃないですか。今日ね、日曜日で仕事で、ね、いいことですね。なるほど。で、フィリピンの西部で何をやってきたんですか。なんかカジノとかいろいろしましたね。カジノ、はい、西部のホテルで。ホテル、はい、どんなカジノ。なんかバカラってことしました。バカラ、なるほど。何個買ったんですか。結局5万ぐらい。5万ぐらい買ったんですか。いいじゃないですか。5万買ったら余計浮くじゃん。そうですか。ただできました。ねえ、素晴らしい。はい、でも結構周りにたかられてません。そうそう、あと全員負けた。あ、他の人は全員負けて、はい、でもめっちゃたかられませんでした。いい感じにたかられました。5万で済みました。済みました。全員。あ、よかったです。みんな優しい。なるほどなるほど。他何を指摘あったんですか、セブ島では。あとはね、なんか島行きましたね、船で。はい、離島。離島。はい。おつぐみ綺麗でした。ああ、めちゃめちゃ綺麗。めっちゃトロピカルビーチ。あ、トロピカルビーチ。はい、何を潜ったりしてきたの。潜りました、潜りました。ダイビング。ダイビング。何かいました。何が見えました。なんかわかんない。たくさん。たくさんおったと。隠れ熊なんて書いてました。ああ。ね、ファインディングにも。ファインディングにも。ね、カブレックマン。そうそうそう。なるほど、なるほど。面白い。他は何を。他、はい、他はまあ何したかな。あ、でもゴルフもしましたね。あ、なるほど。セブでゴルフ。ゴルフ。安かったんでしょ。日本と同じくらい。あ、そう。そんなことない。ええとこ行ったの。いやいや、なんか全然でした。あ、ほんまです。へえ、なんですか、ね、なんか軍隊の中。あ、パタヤの方で。あ、いえいえ。あ、ちゃうちゃう。セブ、セブ通り。セブ通り。そうそうそう。なるほど。フォア的には出るんですか。グダグダでした。もう130ぐらいでした。そうなんです。それはもう一つですね。へぇ、そうなんですね。いやいや、セブ島ね、まあ近いですからね、日本からね。そうですね。まあ、行きやすいですし。4時間、3、4時間くらいね、そうですね。まあまあ、いつでも行けます。そうなんです。はい、ではでは、ちょっと平島さん、早速なんですけど、告知をガンガンしてもらっていいですか。あ、ありがとうございます。はい、改めまして、私、日本エスポの平島と言います。よろしくお願いいたします。はい、
本日はイベントの方にも協賛させていただいておりますが、手前でも、京阪電鉄の福津葉駅で、本庁しております、レジェイド福津葉という分譲マンションの方を今、販売さ分譲させていただいております、はい、このマンションにつきましてはもともとネオライフ福津葉マンションという分譲マンションがありまして、それを今回建て替えるということになりまして、で私どもその中にその建て替え組合様の方に、参加組合員として参画させていただいてます。で、我々が販売する住戸に対しては私ども日本エスコンが売り主として、約総戸数78戸あるんですが、46件分を今私どもの方で分譲させていただいております。このマンションにつきましては、まず福津葉駅最寄りでは、約6年ぶりの供給となる新築の分譲マンションです。部屋の大きさが獣タイプ、すべてそのファミリータイプ、一般世帯向けのタイプで、56平米の 2LDK から75平米の 3LDK まで、さまざまなお客様のライフスタイルに合わせたお部屋を選べるように設定しております。建物につきましては地上15階建てになっておりまして、建物全体の配置計画の中で今回はこのいつもパネルに映っておりますが、マンションのバルコニー面の前にすごい広いプライベートガーデンを設けておりまして、ここが日々この入居者様の交流の場所となったりするように計画をしております。あと、お部屋の使用設備等々につきましてはキッチンには食洗機であったり、あと生ゴミをそのまま処分できるディスポーザーというものを搭載しておりまして、あとお風呂はミストサウナ、それに、浴室の暖房、乾燥暖房機もついております。あとリビング、ダイニングにつきましてもそれぞれ独立して床暖房機設置しておりまして、全てその等につきましては標準装備となっております。あと駐車場につきましてはセキュリティを確保するために駐車場の入り口にはリングシャッターを設けておりまして、外部からの侵入できないように配慮しております。あと主だった旨は今の説明になるのですが、そういった標準仕様の商品の中で、価格の方につきましてはこちら書かさせていただいてますように、 2LDK が2200万円台から、 3LDK が3600万円台からで、それには公表分譲中でございます。この場では全て建物に対して間取りであったりとかは説明しきれませんので、トップワールドの福津葉店の隣で今マンションギャラリーの方でやっております。そちらの方でまた詳しく再現している模型もございますので、そういった形のものを見ていただきながら図面集パンフレットと、あとモデルルームの方をご覧いただきたく考えております。モデルルームの営業時間は10時から19時、水曜日が定休日となっております。あと本日もイベントを協賛させていただいておりますが、来週11月23日からマンションギャラリーでまたクリスマスイベントを開催させていただきますので、この機会にぜひお越しいただきたいと考えております。はい、ありがとうございます。しっかり準備してきていただいて告知本当にありがとうございます。クズハでは6年の、新築マンションということで、トップワールドで、モデルルームも準備して、来週からなんとクリスマスパーティー、どんなイベント、どんなクリスマスパーティーのイベントは、これはですね、ご来場いただいた方ですね、ちょっとくじに聞いていただいて、はい、クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼントを差し上げると、からくじなしです。からくじなし、一等は、一等はね、4K テレビ、テレビ 4K テレビ、ああいいじゃないですか。それが何本あるの？
これ1本だけ。そうなるほど。で、一番しょぼいの？一番しょぼいのでもね、なんかね、ワインとか。ああ、いいじゃないですか。ビールとか。はいはいはい。商品券とか。ボジョレーもね。なるほど、そうです。いろいろあります。ぜひぜひ。じゃあ行っていただいて、くじ引いて。そうですね。からなし。からなし。でも出る。はい。いいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、Paul, you can close this show. Thank you for joining us today. Until next time. Yeah, thank you. Bye-bye.